でね、準備行かないよ。2,3,4,5 7,3 で1本4時間ぐらいだな。無理だ。ガンダーラのマナズルは巻きが売ってないと思うんですよね。ね、そこに落ちてる木をね拾って、まあ、それを巻きとして使っていいよっていう感じらしいんで、拾いたいです。行きたいと思います。僕が来てるんでお前はやらないんだ。解決もしたいと思います。俺はもうやらない。絶対的に意思表示。真夏でも焚き火がしたいということで、事前情報によるとこのガンダーラ真鶴キャンプ場では薪が拾えるそうなので集めに行きたいと思います。薪の大きさや状態に応じてポイントを加算していき、より多くのポイントを獲得した方が勝利。引くほど集めてやろうか、まあ、いっぱい必要なんでいっぱい取ってきてください。突然始まったこの勝負、勝つのはどちらか、皆さんも予想しながらお楽しみください。それでは早速薪が拾えるエリアに移動していきましょう。すげえ、なんか現代人とは思えねえぞ。階段の前でため息をつくな。いやーこれきつい。ああもう大平がいないっす。体力に自信がない人と船虫苦手な人は来ないでください。確かに大変、ちょっと大変だよな、この人たちは。ああ、疲れた。ここ、マジで結構勇気いらないこれ。普通にさ、密林じゃん。ね、そういうわけでね、もう始まってないよ、まだ。ここはブーツの方が良かったね。確かにそうじゃん。やばい、そうじゃん。まあ俺はブーツだったんだけどね、もともとはね。あまあまあね。クモの巣、何や、何じゃお前。この落ちてるのも拾ってっていいんじゃないですか。いいよ、この辺入れてくんね。対決ですよ。おーすごい楽しそう。これ出てたのかね。高いな。あ出た。クリボーは得点高いよ。5ポイントぐらい。5ポイントあげます。うわーかっこいい。何それ。お、ポイント高くない？これちょっといいですよ、だいぶ。いや、お前ポイントを取りに行くよ。おいや、入らん入らん。やべやべ、普通にやべ。結構急ですね、これ。もう、素足みたいなもんだからね、俺。現代人には大きいな。よいしょ。おいよ、もう競争とかいう概念はどこかに消えました。うちのあるあるじゃん。一人でシャドーボクシングしてる。気持ち悪い。え、すごいスウェイが入りましたけど。チャンピオンいました？
とだいぶやべえやつがいたわあのおまじないね、さっきから言ってる唱えてる虫来るなのおまじない戻ろう結局ね勝負とはどこへとやらもういいんだいじるのは勝負じゃないやめんの半分君の背中だけ背中で語ってるわマキは買ってきてもいいわ楽しいけどね長ズボンで靴なの全然半袖半ズボンサンダル入るわけじゃないあとから知ってる人だもんね危ない虫がいないっていうのがあったもう知らないから俺が初めて来た森だからなんだなんだあいつおい船虫が近寄ってるんだよちょっともう終わりですさすがっす、火の番人おー、いいっすねさあ、やっと料理だ鉄板を置いて、チップをここに落ちていますあの、蕎麦用のニンニクをちょっと跳ねるぞ、これ食べんのあれだね、あの、うん、慣れすぎだよ、俺らこういうことに俺もう、どっかにディナーショーかと思ったぞ、今全部行こうぜ、どうなってんだよ行け行け、どうなってんだよこんな高速で別にできることあるいや、ディナーショー、ディナーショーはじゃん、はじゃじゃん、まぁ、あれはなんでもおい、それ最後に投げるやつだろはいおいしょはい画面高くほらいっぱいあるしはいチャンスだとねパプリカおあれ付属のあれについてるの付属のそのあれじゃなくて塩でいっていいいや付属のいい塩やつとかのが好きな人いや付属入れろ付属入れろいや俺塩焼きそば派なんだよなうっせーなえこれ3分に分けたのはいそれは許すんだそれも許したくない今日なんで俺は許さないすごい方でいったぞどうしたね戻ろうかじゃあうおーなんかもう素朴なまあまあこの大差でできるようにしながらね上出来じゃないですか食べましょういただきますいただきますやばいやばい辛くない辛い乾杯しようぜうわ、冷えてるこれうめえぞうめえぞこれだから、カナズル乾杯このよりに飲んだ乾杯乾杯乾杯遭難者じゃんビールうまビールクソうまクソ働いてクソ汗流した後にクソのビールうまっ今回さすごい汚くねお前がな動画ではねみんな知らないよ大変は今日ね今単独ゲップを出したけどもうすでに今日2回返事でねヘッドをゲップで返事をするってことをやってるんで黒毛和牛買ってきたぜうわうわこれ少年ベトリコールうわめっちゃ人生で食った酒で一番うまくないはいあ楽しかった
それを足して。蓋が開いてなかった。初歩的やん。無比規模、蓋開いてないです、こうとしたら。